機関を待たせ、もうすぐ始まるよ。せーの、アズレンナビゲーション抜秒。タイトリスター指揮官の主張。鉄血陣営のプリンツオイゲンに言いたいことがある。何よ。あなたに一目惚れしてから指揮官になり、一番最初に結婚してから早3年、指揮官になってからもずっと変わらないものがあります。それはプリンツオイゲン、あなたが一番大好きだってことだ。これからもあなたを愛し続けます。指揮官の皆さん、こんばんは。アズールレンで千歳と千代田の声を担当しています、関根ひとみです。アズレンナビゲーション、略してアズナビ、第36回の配信が始まりました。はい、ということで今回も番組の冒頭に指揮官の完成への思いを叫ぶアズナビ指揮官の主張から始まったんですけれども、まあね、このプリンツオイゲンの子が好きということで、私もプリンツオイゲンのは結構好きというふうに選ばせていただいているんですけれども、まあ、やっぱ結婚されてるってなるとちょっと私とまだちょっとね、格がやっぱ私まだ結婚までの段階に至ってないので、やっぱりこう先輩なんだなというふうには思ったんですけれども、いやでもね、プリンツオイゲンいいよね。でもやっぱ私そのまだね、やっぱりこう長宝ちゃんとかラフィーちゃんとかも結構好きなキャラがいるので、確かによく考えたらもうこの子が一番好きでみたいな子がまだ私定まってないなっていうのがあるので、これぐらいこうこの子が一番好きだってことだって叫べるぐらいのちょっと感染をこれからまた見つけていきたいなというふうに思っておりますよ。はい、そして今回もこの方と一緒です。はい、指揮官の皆さんこんばんは。プリンツオイゲンの誇りに釘付け、ウエウです。あー、やっぱいいですよね。やっぱいいんだよね。いい、私だけが知ってるんだあのほくろってみんなが思ってる。私だけなんだよな、私だけなんだよな、あのほくろ知ってる。みんな、みんなで、みんなそれを言わないから、みんな自分だけだと思って、みんな自分だけだと思って気づいてんだけど、みんな知らないんだろうなって思ってクスクスって思ってる。いやー、確かに、でもそういうのいいですよね、なんかちょっと、ね、これ私だけが知ってる、ここはみたいな。確かにですね。はい、ということでですね、 YouTube でご覧の方はぜひコメントをたくさん打ってお楽しみください。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。アズレンナビゲーションスタート。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りします。アズレンナビゲーション、アズレンナビゲーション。改めまして、関根瞳です。うん、エムです。それではこちらのコーナーに行ってみましょう。へい、アズナビメール。私たちパーソナリティの質問やメッセージなどを紹介していくふつおたのコーナーです。パパ、それでは早速読んでみますよ。お願いします。ノイス P 指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。ひとみん、Mさん、こんばんは。こんばんは。実はアズレンから離れてしまってたのですが、ひとみんが演じるキャラが実装されたと今頃知って帰ってまいりました。明石には342日ぶりに母校に来たと言われ、なかなか心に来るものがありました。ごめんなさい。エンタープライズで何でも簡単に爆撃していた頃からゲームの知識が止まっておりますが、うん、まずは千歳と千代田を頑張って育てようと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ことです。ありがとうございます。千歳と千代田ちゃん持ってくるのかな。どうなんですかね。あ、持ってなかったらでもいつか来るであろう、来たる復刻を期待していただければと思いつつ、いやでも結構ね、その最初からいる感染も全然活躍させられるのがアズレンだと思うから、まだまだエンタープライズちゃん現役でも使いつつ、ちょっと節約だもそうされつつみたいな感じで。あ、入ってないと言われるんですね。明石ちゃんからね、そうそう、指揮官が離れちゃってから何日間明石たちはずっとこの僕を守ってきたにゃって言われて、悲しくなるんだけどちょっと可愛い。あー、可愛い。可愛い。お手紙くれるの、なんかごめんねってなる。私もなんか昔 DS のゲームで犬育てるやつめっちゃ好きだったんですよ。わかるわ。なんとかフレンズみたいな、チワワフレンズみたいなやつ好きで、なんかそれもなんかずっと育てないとなんか
すごいなんか汚れまみれになったとか何日間いなかったねとか家出とかするんですよ。帰ってきて、でも家出せず守ってくれるっていうのが明石ちゃんってこと。明石ちゃんは猫だけどすごく家を守ってくれる。いやすごい素晴らしい、守り猫様です。ちょっとぜひまたまたちょっとプレイしていただいて、ね、ちょっと千代田も育ててみてくださいね。はい、そしてお次は、はい、高道指揮官からいただきました。ありがとうございます。ひとみん、うえむさん、こんばんは。初投稿です。あ、嬉しい。ありがとうございます。私はとある声優さん、かっこカップ麺が大好きで絵が得意で話すこと、絵が得意で話す時の濁点が特徴的な方をしています、うん、誰だろう。だって絵が得意な人か、誰だろう、ちょっと分かんないな。麺が好きで話す時に濁点はちょっと分かるんだけど、私が知ってる人の絵が得意、ちょっと分かんないな。誰ですか、聞いてけば分かるかもね、うんうんうん、推しの生態のキャラクターがいるということでアズレンを始めてみたいのですが、リリースをされてから長い年月が経ち、ど素人の私にハードルが高く、なかなか初めの一歩を踏み出すことができません。そこでお二人にお願いがあるのですが、どうか私がアズレンを始められるように背中を押してもらえないでしょうか。あ、ちなみに私の推しは関根ひとみさんです。おー、これじゃあこの推しの声優さんは関根ひとみさんだったということ。いや私でしょ、違うの。カップ麺が好きで絵が得意で話す時に濁点が特徴的な方なんですね。いやー、あ、濁点つけてるっていう風には思わないんですけど、そこのことですよね。違うなって点は、あ、その、カップ麺が好きで絵が得意でっていうのはもう分かるんですけどね。でももう周知の事実、ね、嬉しいな、ね、でもなんか、うん、どういう入り方でもなんか良くないですか。私が好きでなんか演じてるなんかキャラクターを見てみようっていうのもすごくいいと思いますし、まあまず問いたいのは、まあ、女の子は好きですかって。女の子が好き、はいっていうことになったら、まずもうやってみ、飛び込んでみた方がいいかな。初めの一歩はまずインストールするところからですよ。確かに。でも多分このインストールする指のね、動きのきっかけが多分なかなか来ないんだと思うの、高道指揮官は、うん、でも推しの声優さんが関根さんってことで、うん、関根さんから何か可愛い一言をタップしたくなる一言、インストールしたくなる一言をねもらえれば、高道指揮官の心も動くんじゃないでしょうか。なるほど、じゃあちょっと、はい、寄ってみようかな。寄ってみようかな。高道指揮官、インストールボタンちゃんだよ。お、あのこのボタンを押すと素晴らしい世界が広がっていて、太陽が眩しかったり、太ももが美しかったりするんだ。だから私アズールレーンの世界で待ってるから、私のボタン押してほしいな。間違ってはないですよね。間違ってない、めっちゃ正しいプレゼンでした。やっぱ私もそうなんですけど、どっちかといったらゲームそんなしないタイプの人でも、うん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 、それを凌駕するほどのこのキャラの魅力っていうのがすごくあったりとか、ボイスのセリフとかもすごい良いので、うんうん、ぜひやってほしい。そうそう、でなんか分からないところはやっぱりどうしても、まあ、どのゲームでも出てきちゃうと思うんだけど、うんうんうん、そういう時は誰かに聞いたりとか、アズレってこのチャット機能とかあるから、結構そこで私一番最初に結構聞いてて、ここってどうやったら攻略できるんですかとか、なんかそれ結構答えてくれる指揮官とかいたりするから、確かに、そうそうそう、いいですね。分かんなくなった瞬間そのゲームの中で聞けるから結構ね、いいかなとは。指揮官は結構絆深いですから、そうそうそう、私まだまだ始めたばっかりなんですけど教えてくださいって言ったら、みんな優しく教えてくれる、うん、なんか分からなかったらこちらにメールそうメールでも全然大丈夫ですよ。答えます、答えます、はい、ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続き番組では指揮官の皆さんからのメッセージをお待ちしています。アズレンナビゲーション、続いてはこちらのコーナー、アズレンキャラナビゲーション。はい、こちらはですね、毎回一人の観戦にスポットを当てて、基本情報や観戦にまつわる小ネタなどを紹介していくコーナーです。はい、今回取り上げるのは
第31回の放送で私がイラストを描いて発表したんですけれども、皆様は見てくださったでしょうか、うん、こちらの完成ですね。なんとわかりやすいこと、なんとわかりやすいこと、やっぱりさすがやっぱイラストが得意で、いや濁点が言葉についている方だけはありますね。いやでもマジでうまくないかこれは。これでも結構わかりやすかったんじゃないかな、まあ、でもなんか特徴を捉えやすい声はあったかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱねほくろの探求心がある関根さんだけあって、このね泣き袋をね忘れない忘れないっていう心は大事ですね。ほくろってアイデンティティ、アイデンティティだから詰まってるんで。はい、ということでですね、皆さんお分かりだと思うんですけれども、うん、今回取り上げるのはこの感染です。にゃ、たった一隻の工作艦の証しにゃ、トラック基地壊滅前はこの証がずっと前線を支えていたにゃ。怪我したらこの証に任せて間違いなしにゃ。はい、ということで、まあ分かってたと思うんですけれども、証でした。かわいすぎる、かわいい、かわいすぎる、本当にかわいすぎる。改めてこう静かなところでそうこの声を聞くと、聞くとかわいすぎる。かわいい、いいですね、メロメロ練習。いやいい、素晴らしいですね。じゃあ明石ちゃん詳しくやっていきますか。はい、ということで明石を、せーの、キャラナビゲーション。はい、ということでまずは M さんに基本情報を教えてもらいましょう。はい、明石ちゃんはね、ぐーたらで猫属性のショップの看板娘です。あー、かわいい。まあ、性格と習性はね、猫そのものなんですけれども、まあ、だからセリフとかにもね、こんなによくしてくれるなんて指揮官が、明石は神様なのかもしれないみたいな、ちょっと猫っぽい性格のセリフとかあったりとかしてます。はい、懐くとペットのように無防備なんですけれども、金目に関しては抜かりがないということが要注意ですね。なるほど。はい、入手法は、明石は常設イベント明石のお願いの任務をクリアすると報酬として入手可能なんですね。そして任務をクリアすれば建造にも出現するようになるという、ちょっと変わった入手法にはなります。好きなものは猫股旅、ダイヤダイヤダイヤ、そうなんです。そんな感じの女の子になっています。かわいいなぁ、ね、やっぱ明石ちゃんに関するメッセージもどしどし届いておりますので、はい、今回結構多かったみたいですね。紹介していきましょう、はい、こちらレイブン指揮官からいただきました。ありがとうございます。関根瞳さん、ウエムさん、こんばんは。こんばんは。今回初めて投稿させていただきました、うん。今回のキャラナビゲーション、この特徴的な緑髪はシークラス駆逐艦のアイドルコメットちゃんか、いやそれとも空母たちの頼もしい指導役のラングレー先生かとも思いましたが、うん、猫耳に泣き枕とくれば重要な工作艦の明石ちゃんですね。そうです。何かとお金に貪欲な一面が表に出やすい明石ちゃんですが、イベントストーリーで指揮官が行方不明になってしまった時は、指揮官が行方不明だにゃーと泣いてしまったり、長期間ログインしないでいると復帰した時に手書きのお手紙をくれるけなげな一面もあったりする感染なんです。お二人も明石ちゃんを手に入れることがありましたら、ぜひ可愛がってあげてくださいと。ねー、かわいい。明石ちゃんでも戦うことはできるの？そうですね、明石ちゃんは工作艦といった特別な感じで後ろに配置することができて、なんか直接戦うっていうか結構支援するところが多いんですけど、回復させてくれたりとか、そうそうそう、一緒に編成に組み込むことは全然できます。そうなんだ、欲しい。結構本当に頼もしい女の子で、いろんなサポートをしてくれるスキルだったり持ってるので、だってしかもグータラっていうのが私好きそうじゃないですか。かわいい、本当にかわいいの。ぐーたらの子好きなんですよね。ねえ、かわいいじゃないですか、絶対。そう、かわいい。しかも性格が猫っぽいから、もうね、よしよしってやったりとか、まあ、またたびちょんってあげたりとかしたい。めっちゃかわいいな。かわいいですね。そして熱いメールがもう一つ来てるのでご紹介させていただきたく、はい、もうね、この時点で伝わると思うんだけど、嫁は明石指揮官からいただきました。 ありがとうございます。関根さん、運営 M さん、こんにちは、いつも楽しく視聴しています。ありがとうございます。今までキャラナビゲーションは予想が外れることが多く、メールは控えておりましたが今回は見逃すわけにはいきません。ズバリ明石ではなかとですか？そうです。と明石といえば、やり始めた当初ショップでしか会えず毎日タッチしていた記憶があります。
そして念願の実装では手に入れるまでに数週間かかる任務が、ようやく手に入れるとあまりない通常衣装でのライブ 2D が、うん、そして近年念願の結婚衣装、もうめちゃんこ好きです。うん、もうめんこすぎです、うん、ちなみに明石のおててはモエソテのために見えませんが、うん、結婚した時だけ指輪をはめるので見ることができます。なるほど、あ、そっか、そういう認識、あ、そっか、そうなんですよ。なるほど、それなんかいいですね。確かに、でも嫁は明石指揮官からの熱い気持ちがすごい伝わってきましたね。よかったけど、別に毎回送っていただいて、キャラナビゲーションは予想が外れることが多く、全然メールは控えております。当たるように書いてるんで、私もそう、あの、自信を持って送ってください。自信を持ってね、はい、書いてください。大当たりですよ、嫁は明石指揮官合ってますから、自信を持って送ってください。ありがとうございます。明石ちゃんの魅力ちょっとでも知れたかなと、はい、知れました、欲しくなった。そう、かわいい、ショップでも会えたりするのでね、なんかちょっと会ってちょんちょんちょんとタップしてあげてください。はい、はい、じゃあね、次回取り上げる感染も関根さんに書いてもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあ魔のスケッチブックも用意していただきましたので、次回の感染を書いていただきましょう、はい、お願いします。ちょっと待ってくださいね。うわー、ちょっと待って、あの子で、その子で、その子は早い、あの子なんですけど、早いかどうかはまだわからん。元気？おとなしめ？なんかこう、誰が？なんかだってこんな感じだった気がするんだけど。待って、白使うの？白じゃ見えないか。あ、でも白で挑み続けるその姿勢。見えない、白。ちょっと黒にしよう。私の方向からは白はなんかこう結構見えない。あ、でももうなんか関根さん絵上手くなったよね。え、うまいですよね。うまい、わかる気がする。よし、え、めっちゃうまい。なんか私はこの時点でわかる。なんか、え、ピンク知っちゃってるからかな。一回知らないで関根さんの絵を私も当ててみたいかも。でもこれ絶対わかるっていうところがあるんで。ある。お、え、これがめっちゃ印象的だなっていう。今回は脳資料でやってもらってるんですけど、やっぱあんなに何回も見れば、何回も見たからね、もうしつこいぐらい紹介したから、もうめちゃくちゃ見たんで、どこかでしつこいぐらい紹介したので。ちょっと古代エジプト的な風味も感じさせるところがやっぱうちの席の人には完璧ですね。え、かわいい。え、ないですか。かわいい、かわいい。あ、エジプトやんかね。え、どうしよう。あ、顔を描くスペースがなくなっちゃったんですけど、うん、なんか体を描くスペースをどうぞ。どうしよう。なんか結構変わった衣装で、そうそう、あ、衣装の話でもめちゃくちゃしたよね。結構今回もう正解、え、これマジでわかると思う。続出だのでは。関根さん、やっぱ絵上手くなりましたね。いや、いい感じな気がする。どうなんだっけ。よし、そして、お、最後のトッピングが残っている、なんだろう。なるほど、よし、なるほど、できたぞ。スペースがね、ちょっと足りなかったですよね。結構縦長い子だから。かわいい、かわいい。じゃあイラストを見せていただきましょう。はい、関根さん描いたイラストこちらです。かわいい。え、うまくなってますよね。わかると思うな。え、でもやっぱり、うん、あのアズールレンのキャラクターはやっぱ特徴的なんですよ。どっか絶対にわかる、うん、ポイントがね、ポイントがある、ある、多分1箇所めっちゃわかると思う。今回カラーは赤だけということで。ここがすごく、白がダメだったからね。ここが特徴的なんですよ。指揮官の皆さん、こちらの観戦の思い出だったり、関根さんに勧めるポイント、小ネタなどなどお待ちしておりますよ。どんなエピソードでも OK。 はい、以上、アズレンキャラナビゲーションでした。アズレンナビゲーション。
続いてはこちらのコーナー、みんなのアズレン AR SS。 ゲーム内についている機能 AR カメラを使ったり、ゲーム画面をスクリーンショットでパシャッと撮って送ってもらうコーナーです。現在募集中のテーマはいろんな意味でヒヤリとする画像です。もうね、涼しくなってきたからこのテーマ今回あたりが最後かなと最終回思うんですけれども、はい、結構来てます。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、まずはボラス指揮官からいただきました。こちらです。わ、私はかれこれ3年以上アズーレンをプレイしていますが、燃料この前、コラボイベントから終了後、開発課の経験値集めに勤しんだ結果、いつも変換していたカレーを変換できなくなり、食料が底をつくりた全部ない、ということです。皆様はゲーム内アイテムがなくなったことありますかと来ていますが、でも食料全部なくなるときやっぱある。なんか燃料使い切っちゃってこっちにも入れられないし、なんかし委託にも出せないし、どうしようみたいな時。確かに私はもうまだなんか全然アズールレンを知らなかった時に、うん、なんか食料いっぱい買っ溜まってるしとか分かる分かる、めっちゃ買った時のやつがまだあるんでまだ貯蓄が500とかぐらい、なんかめっちゃ買ったの、なん結構買ったのが溜まってるんで、まだまだまだあるけれども、いつか底をつくかもしれないですよそして、まだまだございます、はい、和音指揮官からいただきました。うん、僕の冷蔵庫の中身です。一人暮らしなのになぜか気づいたらこんなに保冷剤が溜まっていました。謎です。いや、わかるわ。なんか溜まりますよね、保冷剤溜まるよね。保冷剤ってそうだから風邪の時とかに使ってるあんまならないけど風邪には私もあざの時とかによく使ってる。そうそうそう、何気に使えるからいいんだよ。そう、あ、ある分にはね、ないと困るかもしれないけど、ある分には。そしてね、あの北方連合のグレミア七ちゃんが本当だ一緒に支えてくれますね、この保冷剤のこれは可愛い、でも確かに黙っちゃうの分かる、謎だよね。これは良きヒヤリ画像です ね、 そうだね、確かにヒヤリって感じがする。はい、そしてですね、はい、お次なんですけれども、右の指揮官からいただきました。パシャ、先日取引先の資料のまとめを送った次の日、私の仕事用のメールのサーバーに届いていたメールの文面です。ヒヤリ、いや、これわかるわ、見たら本当に心がギュってなると思う。うわー、わかるわ。でもね、ちょっと理由があるらしくて、はい、どうやら送ったはずのメールが迷惑フォルダに入ってしまっていたらしく、すぐにもらってましたというメールが返ってきました。いつ見てもこの手のメールはヒヤリとしますねと来ています。よかったよかった、何事もなくて。いや、こんなの来たらキュンってなる心が。怖いよ怖いよ。関根さん、メールのやり取りとか、まあ、LINE だったりとかで仕事のこういったやり取りすることあるの？あ、めちゃめちゃありますよ。そうだよね、やっぱりそのメールで台本とかいただくこともありますし、うんうんうん、いろいろ地図だったりとかいただくんですけど、ね、まあ、それこそなんだろう、こうアンケートとかもメールで来るじゃないですか、うんうん、そうね、私もアンケートとかめっちゃ苦手なタイプなんで、うんうん、なんかなんとか大丈夫ですかって聞かれたこと結構あります。ていうか、このバラバラにいっぱい来るじゃん。で、実際こう体の稼働もある仕事もあったりすると、案件の整理が整理は大変そうだなってちょっと思う。私たちはそれが仕事だから、いや、それでもやっぱ逃しちゃうこともやっぱりあったりとか、遅れたりとか順番付けが難しかったりするんだけど、でもそこが仕事だからそれに集中できるんだけど、本業があってのそこの整理みたいな。いや、確かにそうですね。そうそうそう、意外と、あー、忘れちゃった。そう、例えばこうベルファストさんみたいな秘書がいたら、今日は何時から何時どこどこ、あとこのアンケート空いてる時間にお答えください。そうだ、確かに今日休憩できますので寝ててください。わー、言ってほしいな。ちょっとカモミールティー用意しましたみたいな、重宝に。あ、ごめんなさいあんた何やってんの疲れてる時にでもこれやれって言ったじゃん、ふんみたいな。かわいいね、重宝って。かわいい、やろう、あり、書こう、メールもちゃんと書くよ、メール。いつも情報ちゃんがやってくれたらやるねそしてこちら最後、はい、パニシング指揮官からいただきました。はい、パシャッ。お、山の中を車で走っていたら突然目の前に廃墟が。こうも廃墟らしい廃墟を生で見たのが久しぶりだったのと、あまりのボロボロ加減に車の中というシチュエーションでヒヤーを通り越してゾッとしてしまいました。確かに写真も車から降りるのが怖くて車内から撮っています。確かに
いやーこれでねこうテラちゃん合わせてくるところが見事ですけど、テラちゃん怖いなと思いながらマズレンをきっと起動して撮ってくれたんですね。いやーでも確かに怖い、廃墟ってあんまり行かないというか見ることないもんね。そっか、でも山の中っていうのもまた怖いですよね。そうそうそう、何もなくても多分その行った時にこう物が崩れて危ないっていうのもあったりするから、やっぱ車の中は正解ですよ。確かに安全なところでお楽しみください、確かにこういうのもありますね。ね、確かにいろんなヒヤーがあるね、最近ヒヤーとした出来事とかある、ヒヤーとした出来事か、なんだろうな、ヒヤーとした出来事、ヒヤッとした出来事今めっちゃ思い出しますよ。あでも私あのアズナマの、はい、そのそれこそ長時間生放送の時、まあ、逆だったからいいんだけど、集合時間確か9時ですよねみたいな話をした時に、あ10時に変更になりましたみたいなった時に、なんか逆だったらヒヤッとするなって思った。あ確かにその時間系のその時はねラッキーって思ったけど、そうですよね。そう確かにヒヤッとする。でもそれこそ私120レベルに行くか行かないかっていうのはめっちゃヒヤッとしました、このやばいこの日までに終わるかなみたいな。なんでコツコツやったら意外と大丈夫だったんですけど、杉田さんと毎日ここの階級を何周ぐらいすればいけると思いますみたいなそうそう、いろんな人に助けてもらってもうできたんですけど、行かないかもしれないってのはめっちゃヒヤッとしました。できるだけね心臓にいい人生を過ごしたいものですねはい、ということで今回はここまでです、はい、なのでいろんな意味でヒヤリとする画像も今日が最後ということで、はい、皆様たくさんのお便りありがとうございました。以上、みんなのアズレン ARSS でした。アズレンナビゲーション、お送りしてきましたアズレンナビゲーション、そろそろお別れのお時間になってしまいました、番組では指揮官の皆さんからの投稿をお待ちしています。メッセージの宛先はアズナビアットマーク温泉ドット AG まで送ってください。番組ページの投稿フォームからも送れます。そうだよ。そして番組公式ツイッターも稼働中です。普通歌やコーナー宛のメッセージはツイッターでハッシュタグ何でしたっけ関根さん、ハッシュタグアズアズナビ、いい声、ありがとう、つけての投稿でも OK です謎茶葉を入れたくなっちゃったはい、そしてアズーレンなんですけれども、はい、現在大型会期イベント駆けよ壁界の日風開催中、うん、皆さんどうかな、今島風がなんかお迎えできたよしてないよみたいな声もね、ありつつだとは思うんですけれども、ね、楽しんでいただけてると幸いです。いはい、こちら開催期間は、10月3日23時59分までです、うん、そしてねバニー姿だったりとか観戦たちのねドレス姿の着せ替えも販売中ですので、ぜひチェックしてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではここで指揮官の皆さんからいただいたイラストをご紹介していきましょう。ルンルンルン、まずはカオルン指揮官さんからいただきました。ましたこちらモリソンの服のカラーリングとっても好き、かわいい、かわいい、ゲットしてなかったっけこの子、モリソンはゲットしましたよね、かわいい、かわいい、なのこのクマ、そうなんかクマ持つのに肩は出すんかいっていうなんかこの感じがなんかいいなってよくないですか、ね、どういうことどうしてくれよってそう、ね、ギュって恥ずかしがり屋なのか出してんのかどっちみたいな、何っていうのがすごい可愛くて、あとやっぱこの髪の毛の色わかる、元気な感じがするよねオレンジって感じも素晴らしい、いいです、ありがとうございます。続いて坂並式館さんからいただきました、はい、こちら、秋日和なメイド長サンマブドウ、かき栗などなど、この時期美味しいものがいっぱいですねといただいております。いやベルファストさんは多分美味しい料理を全部作ってくれますよ。確かにこれでこのサンマをなんか引きずってる感じがかわいいかわいい、いいですね、かわいいチビキャラみたいな感じで、もう秋か、早いな、一緒に栗拾いに行こうね、栗まさかぶどう狩りとかじゃなくて栗秋らしいことが言うとパッと栗拾いしか思い浮かばない。はい、じゃあ続いて浅間統摂指揮官さんからいただきました。こちらです。このチョコミントはクーちゃんのだから指揮官にはあげない、食べかけでも欲しいって最低といただいております。かわいい、今年も夏が終わってしまう、くーちゃんとアイスでも食べてのんびりしたいだけのアズレンライフでしたといただいております。いいね、好きなことアイス、いやいいな、いい、ね、
かわいい。ちょっとこの眉毛がいいですね。ね、クリってなってる。してるところが。かわいい。めっちゃかわいいんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、姫の雨指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。こちら、ナース姿のパーシュースさん。果たしてナースさんはここまで大胆に太陽を露出させるのかっていう。ナースさん、こんな太ももも、ね、集中できないですよこんな治療に。こんなピタピタの白衣があっていいんだろうか。いいろうか、機能性はいいんだろうか。なるか。でもアズールの世界なんで OK です。OK ですよね。OK、す確かに。なんかちょっといい、なんかこの、うん、ここの紐、そう、あのカードみたいな、カードが挟まってるのがなんかいいですね。ね、尊い。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてグーテンターク指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。こちら、まちまち長といただいております。かわいい、なんか前見えなそうな感じが。かわいい、この感じ の、 あのタッチ好きだな、絵の、ね、かわいいよね。めっちゃかわいい。なんか私が描く絵の足とかに似てる気がする。一緒にしない方が良かったか。違う、そんなことない。やっぱなんかもちもちは世界を救うなと思って。こうかっこいい偽装でゴテゴテしてるのに、ゴテゴテしない感じの、なんていうの、柔らかい感じに感じさせるのが可愛くていいなと思いました。まる。あれ終わってた。うまくまとめた。はい、こんな感じで指揮官の皆さんからのイラストをお待ちしてます。ハッシュタグあずなび創作をつけてのツイート、もしくはメールアドレスにてご投稿お願いいたします。そしてサムネイルでも紹介させていただきたいなと思った場合は、ツイッターの場合はね、番組公式ツイートより DM を送らせていただきますので、うん、DM を送りできるように番組ツイッターをぜひフォローお願いいたしますよ。はい、ということで今回の放送をお送りしてきたんですけれども、またまた通常回ということでね。なんかあっという間だったかもしれない。いやー、確かになんかヒアリ画像楽しかったね。楽しい、うん、やっぱりなんかあの皆さんの画像とか見たりとか動画とかもそうですけど、結構面白いし勉強になる。でなんか今いろんなとこにこう行けなかったりとかもするから、うん、そこみんなのこう生活的なところを見れるのも面白い。確かに、こういう風に思ってるんだ。そうそうそう、あるあるって言ってね。確かに。それではお別れのお時間です。お相手は関根ひとみと運営 M でした。バイバーイ。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りしました。アズナビ道場、あっち向いてほいや。あっち向いてほいで反射神経を鍛え、矢印と違う方向を向いてね。それじゃあ、ピアニクよ。せーの、あっち向いて、ほい。結果はどうだったかな。来週もまた見てね。バイバイ。